しげさん初めてステージ上がりますから、はい、はい、しげさんちょっと挨拶、軽く挨拶、軽くじゃないですけど、ちゃんと挨拶しておきましょう。今シーズンも1年トモレクラブを、していただきありがとうございます、うん、まあ寂しい、ね、あの川口義和さんは引退しますけど、うん、まあ、来年皆さん今日いろいろ話してて、うん、来年誰取るのっていう話は結構されたんですけど、はい、1年休ませてください。1年休むっていうことはそのまた含みがあるんで、まあ来年頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でもちょっとだけしげさんの話していいですか。しげさんすぐ降りたがるので、しげさんからどんどんマイクを回すんですけど、はい、望月修行式がこのチームを立ち上げて今年11年目のシーズンで、相模原日本スタジアムが最終節1万2600人を超えるスタンドで埋め尽くされた、あの光景を見た時にしげさんどんな気持ちだったんですか。そうですね、まあ、チームを立ち上げたときに、うん、まあ、ゼロから新相模原というチームは立ち上げたんですけど、うん、その時僕自身が2つの、まあ、夢と目標というのを持ってまして、うん、1つはこの相模原という場所にプロチームを作ると、まあ、それはもう5年前に J3 というリーグができてプロチームになって果たすことなんですけど、もう1つはあのビヨンスタジアムを満員にして、うん、緑に一緒に染めるっていうのが、うん、本当11年前に自分で立てた目標だったんです、うん、だそれが本当にこう12月2日、うん、ホーム最終点にこう自分が思い描いてた、うん、景色を見た時にはすごくこう積み重ねてやってきたことが間違ってなかったと思いましたし、逆にこの先自分でもう一度ね、もう目標、夢っていうものを作り直したときに、やっぱり J3 じゃなくて、J1 で戦っている姿を皆さんに見てもらいたいっていうのは、一つ自分の中で、心に決めた目標があって、まあ、それに向けて、まあ、毎年毎年、1年1年、積み重ねですけど、こう向かっていきたいなと思いますね。こんなこと言うのもなんですけども、私も2013年くらいからこのチームに携わらさせていただいておりますけど、こんないい会場でシーズン報告会ができるようになって、ね、欅会館のなんか会議室のところで本当に暗い照明がどんだけ明るくしても暗い中で、そうですよね、皆さんその時から来てたという方はたくさんいらっしゃいますよね。やっとこういう会場でね、2年続けてできるようになった、これも一重にスポンサーの企業の皆さんやサポートしていただいている皆さんのおかげかなと思っておりますので、ここから望月修行会会長会長がもうワンステージを目指す目標を宣言した時、皆さんもギアを一緒に上げていただいてね、 J2 J1 に向けて皆さんも一緒に、力を貸していただければなと思いますので、よろしくお願いします。そんなしげさんがグッとくる光景を作ってくれた、一役買ったと言ってもいい川口義和選手、本当に、長いし、転勤生活お疲れ様でした。ありがとうございました。試合が終わってから2日が経とうとしてますけど、はい、気持ち的にはどうなんですか、この2日間。まず、自分がその現役最後のゲームで、うん、あのような素晴らしいゲームを演出してくれた、うん、シエルさんに、うん、まず俺の言葉を述べたいと思います。いや、私はそのお部屋を本当に楽しみに、本当にもう彼をね、うん、やっぱり日本のサッカー界のレジェンドとして、うん、終わり方だけはね、うん、やっぱりうちのクラブが責任として、うん、いい花道を添えたいというのはやっぱりありましたし、うん、まあ、僕だけじゃなくてやっぱりそれに関わったスタッフっていうのは、うん、本当に夜まで働いて、やっぱりいいものを作りたいっていう頑張ってくれたね、うん、形だと思いますんでね、うん、こんなこと言うなんですけど、こんなことを僕が最初おねだりするのもなんですけど、本当に石井さんのスタッフってご存知の通り本当すごい少ない中で頑張ってるんです。で、初めてあんな1万2000人を迎えて恥ずかしい送り方をできないと思いながらも頑張ってきたんです。そんな頑張ったチームスタッフにちょっと拍手を上げてもらってもいいですか。本当によく頑張りました。本当に生意気ですけど、よく頑張りました、はい、ですけども、まあ、2日間経ってどうですか、はい、まだ体を動かそうという25年の癖は出てますか。そうですね、試合直後、昨日ですか、はい、昨日まではまだこの実感はなかったんですけど、はい、今日朝起きた時に、はい、キーパーの練習、はい、正直痛いし、はい、きついんですけど、はい、
もうそれをやらなくなってしまうかと思うと、はい、少し寂しい気持ちになりました。あ、昨日は大体オフだったりするわけですから、はい、月曜日は、はい、で、火曜日、今日はあれ俺何も動かなくていいんだっていう、はい、この感覚がちょっと不思議な感覚、不思議な感覚でしたね。あと久しぶりに試合をしたので、腰がですねパンパンに張ってしまいまして、起きるのが大変でした。でも試合では本当に1対0完封でゴールを守ってということですけども、はい、25年を振り返って、はい、まあ、いろんな思い出のゲーム、代表でのゲームも含めていろんな思い出があると思うんですけど、はい、その中で12月2日相模原基本スタジアムのゲームというのは、はい、川口義和の現役にとってはどんな思い出になりそうですか？やはり最高の思い出です。おー、はい、やはり最後の試合で、うん、選手たちが、うん、ハードワークしてくれた、うん、それが一体感を生んでくれた、はあ、そしてサポーターの皆様が、はい、スタートの素晴らしい雰囲気を作ってくれた、はい、そういった雰囲気の中で、うん、自分がゲームができたと、うん、これは今までに味わったことのない経験でしたので、うん、自分にとってキャリア最後の試合が、はい、最も記憶に残るゲームになりました。強く残ってるゲームになってくれた。でも今だこんなこと聞くのおかしいですけど、引退する場所が相模原だったっていうのは自分の中で良かったなと思ってますか、それとも、あ、もうちょっと違うタイミングだったあったのか、どうでしょう？真面目な話をしますと、おなかなか言わないですけども、いやでも、ケチャップさん先ほどおっしゃいましたように、はい、スタッフの方々が、人数が少ないんです、はい、そういった中、うん、数多くの仕事をこなし、うん、チームを支えてきた、それからスタジアム運営ボランティアの方々が献身的な支えをしてくれた、そういった中で僕たちがプレーできていることを改めて知ることができましたし、その環境がですね、もちろん、日本代表がチームワークやってた時に比べたら何て言うんですか、難しい状況ではあったんですけど、そういった中でも、仲間たちと、サッカーができる楽しい喜びを味わうことができた3年間でしたので、自分にとってかけがえのない大きな財産になりました。嬉しいな。僕今ちょっとスマホ触って何してんだと思われたかもしれないですけど、ここに写真があるんですよ、1枚。僕これずっと消せずに置いてるんですけど、またちょっと広報かなんかで、ツイッターかなんかで皆さんに届けるようにしようかな。これ9月の8日の試合後なんです。川口義和がベンチから外れて、試合終了後、ベンチ外の選手が、いつもはジュニアユースだったりユースの選手がピッチ上のね、看板、ピッチ看板なんかの後片付けをやってくれるんですが、その日はいなかったんですよ、ユースの、ジュニアユースの子供たちが。なので、ベンチ外の選手が後片付けしようっていう日だった。その日、川口義勝はベンチの外だった。ということで、ピッチ看板を川口義勝が片付けている、そんな光景があったんですよ。あの時は正直どんな気持ちだったんですか？悔しかったですけど、うん、改めてそのゲーム試合を行う時の、うん、その陰でのね、うん、サポートというのが、うん、いかに大変かということを、うん、改めて知りましたし、うん、選手がね、うん、こういうことをした方がいいんじゃないかなと思いました。なるほど、はい、もう選手知った方がいいと思うし、知らない方がいいといういろんな考え方もあるかもしれないですけども、ああいった経験が今後相模原、この思いをまた9月以降ねチームに多分川口義勝さん伝えてくれたはずですし、今後 SC 相模原のみならず日本サッカー界に川口義勝がいろんな思い感情をこの相模原で経験した3年間も含めて伝えていってくれるんだろうなと思いますけれども、ちょっとこんなに聞いてくれると改めて嬉しいなと思いますけれども、茂さん、もう2018年シーズン
もう我々はいつまでも漢字吉勝のこの最終戦に浸っているわけにはいきません、はい、2019年に向けてちょっと強い意気込みを聞かせていただいていいでしょうか。そうですね、我々クラブで言いますと、やはりこうまだ J2 ライセンスというのがまだこう J2 からもらっていなくて、やはりこう勝っても上がれない難しさというのが非常にあるんですけど、はい、少しの来シーズンからそのスタジアムのライセンス制度が少し緩和されまして、なんとかそこをこうクリアして、はい、まずはクラブとしての J2 ライセンスを取る、うん、で取って、まあ、選手たちクラブも、スタッフもそうなんですけど、勝って上がれる状況、うん、状態というものをまず作ってあげたいなと、うん、そうすることでやはり皆さんのモチベーションというのも全然変わってきます、うん、そうですね、まず我々がやることが、まあ、それをやることが一番 の、まずその優先順位だと思います、はいはい、ぜひその時には今日は議員の方もいっぱい来ていただいております。今年はナイター設備もつけていただいて本当にありがとうございます。ぜひ市長にこの言葉を伝えておいてください。もっと来てくださいと。これは僕の個人的意見ですけども、もっと市長に来ていただいて、相模原の思い1万2000人これだけ集まってきてくださったら ね、サポーターが一番拍手してくれてますけど、多分同じ気持ちでしょう。まあ、吉田さんの話に戻しますと、うんまあ、3年間ね、本当にこうまさか新相模原に川口吉勝が来るなんてっていう、うん、多分3年前は思ってたと思うんですよ、はい、でまあ彼が12月2日で姿を見ると、うん、すごくなんかこううるうるって僕なあんま泣かないんですけど、彼の引退試合を見たりすると本当にこう目頭が熱くなった12月2日だったんですけど、まあこれを起こしてこう振り返ってみると、まあ、3年前に新聞なのかな、川口吉勝が FC 岐阜を戦力外って見たときに、すぐに吉勝に電話かけて、ちょっとウストチームでやらないかと、一本の電話がね、本当にここまでこう、うん、吉勝が頑張ってくれたっていうことにつながったことをね、ちょっとこう今思い出したんですけど、うんまあ、本当にこう、これから吉勝の第二人生っていうものをね、うん、やはりこう大事にしてもらいたいですし、はい、やっぱりいつも、まあ、最終戦も見ても皆さん分かると思うんですけど、やっぱ持ってる人間なんですよね。ゲームを振り返ってても持ってますよね、はい、だからやっぱりこう常に引退してもやはりこうスポットが当たるような、うん、その大の人生っていうものを、まあ、歩んでもらいたいんですし、うん、我々がやっぱこうもしできることであればいろいろサポートしてあげたいなっていう気持ちがありますね、うん、はい、はい、ということで川口さん、はい、どうでしょう、これからも相模原ビーキにしていただいていいですかね。どうですよ皆さん、ねえ、はい、いろいろほら一番高校出てフルスのね、はい、ちょっと相模原から南にある海沿いのおしゃれな、はい、ね、港未来の方の町からも、はい、いろいろちょっと吉勝さん帰ってきてみたいなところあるかもしれないですけれども、そこはちょっとね、相模原はちょっと特別な場所としていただいて、はい、ねえ皆さん、はい、これだけ温かく、はい、最後お話していただいたので、うん、まずは相模原のサポーターになりたいと思います。サポーターにかまずはもっと大きなね、なんかもういつでも望月会長は渡しますよ、いろんななんとかアンバサダー的な名前いくらでもプレゼントしますからね、はいはい、相模原の顔でいていただいて、ぜひ相模原の方にももっと、ね、遊びに行ったり、いろんないいところ、はい、現役の時あまり行けなかったと思いますけども、相模原の魅力感じるところ、はい、いっぱい行っていただきながらね、はい、相模原の川口吉勝でも行ってほしいなと、はい、思います。本当ですか。はい、絶対ですよ。絶対です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ改めて相模原の3年間ね、25年の現役はもういろんなね、いろんなところで話していただきましたけども、改めてこうやって2018年ピッチスタジアムの中以外でもこれだけの方が一緒にこのシーズン戦ってくださいました。その3年間の思いを込めて皆さんに最後感謝の気持ちを。あ、また最後にあるんですか。じゃあその時でいいですか。わかりました。僕ちゃんと台本読んどけって話ですね。ということなので、ぜひこれからも FC 相模原の、川口吉勝でもありますので、ぜひ皆さんの企業の、看板で使いたいとかありましたら、ぜひ相模原の方にドックしていただければなと思っております。本当に、今日はね、楽しい時間を過ごさせていただいております。ぜひ皆さん2019年に向かってまた力を貸してくださいということで、この時間望月茂吉会長、そして川口吉勝選手のトークでした。ありがとうございました。